京都公安所属の黒瀬雄太郎と天童美智子。この二人は、ある神話をもとにキャラクター設定されたと考えられます。それは、アダムとイブ。黒瀬と天童がアダムとイブに関係している描写について紹介します。禁断の果実。エデンの里にいた。 アダムとイブは蛇によってそそのかされて、禁断の果実を食べてしまいます。禁断の果実はよくリンゴとして描かれています。秋の病室を訪れた際に、そのリンゴ食べていいすかと言っています。原罪神に背いたという原罪を背負ったアダムとイブは楽園を追放されます。 アダムの子孫である人類はこの罪を背負うこととされています。クロセたちが契約していたのは罪の悪魔。罪の悪魔はこの罪を背負わせるというのを能力にしているのではないでしょうか。銃の悪魔との戦い。アダムとイブが罪を背負ったまま永遠の命を得てしまわないように、 命の消えの道を守らせるために、エデンの東に炎の剣と天使が置かれました。銃の悪魔との戦いでは、クロセと天道以外に、剣を作る天使の悪魔が置かれています。そしてそこにはさらに、蛇の悪魔を使う沢渡茜もいます。いかがだったでしょうか。クロセ雄太郎と天道智子は、 アダムとイブが由来として描かれていたと考えられます。チェンソーマンは神話や聖書などが由来だと考えられる描写が多数あります。今後もその内容を紹介していきます。